<笑><笑>はいえー、とすごいレベルが高いメンバーでちょっと緊張してるんですけども、えー、頑張ります、えー、と先日、自分はアマゾンのジャングルマラソンに参加してきましたこのジャングルマラソンというのは1週間かけて260キロのジャングルを走り抜けるとしかも湿度100%、気温40度でテントとか着るものとか食べ物を全部背負って走り抜けるという。 かななりアホなレースです少しこのジャングルマラソンについて話させてください最初のレクチャーでは触ってはいけない虫食べてはいけない果物そういった命に関わるレクチャーを受けますこのレースを完走するとフィニッシャーではなくサバイバーと呼ばれるのですが、まあ、そういったレースを参加してきました実際レースが始まるとコースはもうとにかくアップダウンが激しい とにかく、えー、足場も悪いとそんな状態ですそして足元には大木が転がっています大木といっても本当にアマゾンの大木で越えるのも一苦労ですで人下ばっかり見ていると今度は上にこう鳥の生えた葉っぱが容赦なく襲いかかってきて目をやられたりしますまた転んだり手をついたりするときもうっかり木の後ろとか変なとこ触ると変な虫がいたりするので、まあ、目に見えたところを触らないといけないと。 とにかくいろんなことを気を使いながら走らないといけないとそういうレースですでところどころこういう沼があるんですけれども沼もズボッと入りますあのじわじわ落ちるんではなくてもう一歩一歩ズボズボえ入りますこういうのを抜けると今度は川があります <laughs> こんな川を10回は越えないといけません長いと1.5キロぐらい川がありますでこれ川の中 見えないんですけれども,もう大木だったりとかトゲだらけの水草とかでもう傷だらけになりますですので出てくると足が1.5倍に腫れて何に刺されたか分かんないみたいな感じでもうパンパンになりますそして怖いのはジャガーのいるジャガーゾーンというところを通らないといけないんですがもう名前からしていかついですでこのジャガーゾーンを通ったりとかまたアナコンダと遭遇したりとかまあそういった 危ないところも走り抜けないといけない、そういうレースです。そして、このレースの道しるべは何かというと、赤いテープです。これ、どこにテープがあるか、皆さんお分かりでしょうか。分かった人はすごいです。これを走りながら見極めて、まっすぐ進んでいかないといけないということで、当然、ロストしてしまいます。1回ロストすると、長いと3時間ぐらいさまよったりします。 だんだんそのアマゾン湿度100%なんで水がどんどんなくなっていきますどんどん喉乾いて取らないといけないと道に迷って3時間も迷って水がどんどんなくなってカラカラになってくるともう精神的にはものすごい追い込まれていきますそしてだんだん暗くなってくるとその赤いテープもさらに見えなくなってさらに追い込まれていきますそしてもう万が一リタイアしようと思っても実質できないですこんなところでリタイアしたら死んでしまうので。 とにかく人里まで降りていかないといけないと,ということでとにかく追い込まれてもうギリギリの状態で行きますでだんだん暗くなって水もなくなってやばい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 ってなっているときに暗くなってジャガーのような声が聞こえてくるともうちょっと命の危険すら感じると、まあ、そういった、えー、厳しいレースでしたそして1日ゴールがありましてキャンプ地に行くんですけども、まあ、そこで最初にすることはこうやってハンモックをつるとこから始めます でこのハンモックなんですけども距離のいい感じのところはあの速いレーサーが全部釣ってっちゃうんでちょっと遅くゴールするとものすごい狭い空間しか空いてなかったりしますでそこに釣るのでもうこんなくの字型で寝る感じで、まあ、全然リラックスできない状態ですでさらにそのハンモックあのビニール製でできているのであの寝るともうベっタベタになります湿度100%なのでもう体中汗もだらけみたいな状態になります でもそれでもやっぱり寝ないといけないので寝ていると夜中の2時ぐらいに暴走族みたいな音が突然ジャングルに響きます。これ何かというと猿です。猿がものすごい狂ったように叫び出すんでそれが本当に暴走族の音みたいに聞こえてうるさくて眠れません。で猿が終わると今度は犬が叫び出して俺が終わると鶏が叫ぶという感じで朝を迎えます。で夜中もぞもぞ起きてトイレに行ったりするとこう足から雲とかアリがこう這い上がってくると。 でこれタランチュラーなんですけれども <laughs> まあちょっと自分は嬉しそうなんですけれどもあの、まあ、こんなこともあの起こり得る状態ですでとにかく一日頑張って疲労困憊でとにかくゴールしてでも全然休めないとそういう状態でまた次の日の朝を迎えるこういうことを1週間繰り返していくというレースですでこんなレースですが最終日あの6日目の夜 インスピレーションすごくあの感動することがありました6日目の夜なのでもう連続して走っていて、まあ、その日も朝4時半真っ暗闇でレースが始まって、まあ、こういう日中くそ暑い中もうだらだら汗かきながらもう何も考えられないぐらいの状態に追い込まれてひたすら歩いていきます夜の10時ぐらいになってもまだ着かないもうさすがに心が折れてきますでそんな中 遠くの真っ暗闇で、もう本当にぼーっと、もう何も考えられないぐらいの、もう本当に心折れそうな時に、遠くの地平線の方で、小さく光が見えました、これが見えた時に、本当に心から感動したといいますか、そこに誰かいる、そこがゴールかもしれない、誰かとつながってるかもしれない、その気持ちで、一瞬にしてすごい活力が出てきて、なんとかそれを希望にして走ることができました。 この小さな本当に豆粒のような光、これは多分誰かのヘッドライトの光だったと思うんですけれども、東京にいるとそんな小さい光って多分わ分からないんですが、Amazon の真っ暗闇だと間に何もないので、本当、そのヘッドライトのような小さな豆粒の光も自分の目に入ってきて、こんなにこう心が躍るんだということがすごい発見でした、それでこのような山とかも越え、なんとかなんとかそのゴールに乗り越え乗り越え、這いつくばってたどり着くことができました。 しかしそこはゴールではありませんでした、まあ、途中からうすうす感じてたんですけどもただそこまでたどり着いてそしたらそこはゴールではなかったんですけどもまたその先にまた豆粒のようなヘッドライトが見えてそれをもとに頑張っていきました、まあ、そのようにあのこんな小さな豆粒でも自分の力になるんだ行動を駆り立てるんだということにすごく感銘を受けたのを覚えていますさてここから自分の自己紹介を少しさせてください自分は このファッション通販サイト、バイマというサイトを運営している会社の社長をやっております。バイマというサービスを知っている方、手を挙げていただいてもいいでしょう。あなかなかありがとうございます。えっと、バイマというサービスは世界中に10万人、135カ国にバイヤーを抱えて、世界中からファッションアイテムが買える、まあ、全く新しいあのファッション通販サイト、全く新しい百貨店のようなサービスをやっております。 で取り扱い高も300億,円300億円を超え、400億円迫る勢いで、非常に順調に伸びております。でそれだけ聞くと、あのすごく順調だったというふうに聞こえるかもしれないんですが、この場合は今、本当に困難の連続でした。サービスをスタートする時も、スタートの1週間前に発注してたシステム会社によ逃げ,げをされてしまいましたで。友達からかき集めたお金、すべてそこにぶっ込んでいましたので、手元にこった残ったお金は数十万円でした。 友達に合わせる顔もないととにかくその日は絶望でしたただこのサービスをなんとか世に出したい世の中に出したいとその思いだけでなんとか立ち直ってお金を回収してそしてサービスをローンチさせることができましたこのなんとか世に出したいという思いが今思うとアマゾンで見たあの豆粒のような小さな光希望だったのだと思いますでサービスをローンチさせたら今度はうまくいくだろうと いうふうに思っていたんですけれども、全くダメでした。最初の3ヶ月経ってえ売上いくらだったかと言いますと、毎月3万円です。ベンチャーキャピタルからは駄菓子屋かというふうにこう揶揄されましたが、まあ確かに駄菓子屋より稼いでないなというふうに思って、まあ誰がこんなサイト使ってんだみたいにちょっと思うぐらいな感じで、社内もあの雰囲気は最悪でした。サービスをローンチさせればなんとかなるだろうっていう。 ゴールもそれはゴールではなくてまた暗闇の始まりでした次はなんとか単月黒字まで頑張ろうと単月黒字になればなんとかなるだろうということでそれに向かってその新しい光に向かって資金調達をしてそして日々稼げるような広告サービスを始めてそしてなんとか会社が成長続けました結局バイマはそこから3年半時間かかりましたがなんとか単月黒字にたどり着きました今度こそうまくいくだろうと バイマも単純工事になった他のサービスも収益上げてるそれでやってうまくいったというふうに思ったんですが次は今まで順調だった広告サービスが一気に赤字になりますそしてあと半年で会社が潰れるという状況まで追い込まれましたそこで団長の思いでリストラすることにしました まベンチャーなので、本当に友達とかサークル感覚でずっと一緒に頑張ってきた仲間にリストラを言うということは本当につらい経験でした。また暗闇です。それでえーサービスをえリストラした後に、そこからしかし、バイマの快進撃が始まりました。5つあったサービスを1つに絞りました。それでえ全員でバイマをやるという体制を整えました。次の光は上々です。 みんなで倍も成長させて上場するんだということで頑張りました円高の後押しもあって急激に成長は続きましてそこから2年半で上場することができました今度はさすがに来ただろうともう大丈夫だとゴールだろうというふうに思いましたがそこで今度はアベノミクスが始まります為替は80円だった為替が100円120円と上がっていきます これ分かりやすく言うとうちのサイトで売ってた財布が8万円の財布が10万円になって12万円になってくるということなんでさすがに買う気も失せますなので成長率が急激にこう下がっていくとまた暗闇の始まりでしたがただもう一つ一つ乗り越えて一つ一つ潰していくということを繰り返してなんとか円安に耐えるサービスに育てることができましたそこで自分は勝負に出ました 昨年出た利益、丸々突っ込んで10億円のマスキャンペーンをやりました。株価は大きく下がりました。でも結果は大成功でした。取扱い高は100億円増え、えー、会員数も100万円増え、株価も大きく跳ね上がりました。しかし、もうこれが自分はゴールだと思っていません。またきっと何か困難があると思います。困困難難をええたたたたららまま何何かかああるるがともうこれの繰り返しで まさにジャングルのマラソンのようなそんな感じです大木を越えて葉っぱを振り抜け沼を渡り川を越え暗闇で光を見てまた走っていくとこれの繰り返しだなというふうに思っております今自分はまだもがいている最中だと思っていますでも次の光は見えてます次の光は世界です自分はこのバイマを 今世界展開を始めてるんですけれども世界で成功させて、えー、成功させたいというふうに思っていますで、世界で成功させることができたら今度は amazon.com のジョフ・ベゾスに会ってこう言ってやりたいと思います自分はアマゾンのサバイバーだと次はそっちのアマゾンだと <laughs> アクみたいなことをベゾスに言ってやるこれが次の自分の光だと思っています えー、自分はあのー、ただこの光だけを見てたら多分ベゾスに握手してやるみたいなのだけを想像してたら多分どっか途中で心折れてたと思いますその途中途中に小さな光を見つけてそれに向かって走っていったことで途中で折れずに何とかここまで来たんだというふうに思っていますなのでこの小さな光っていうのはすごく大事だなというふうに思います、えー、自分はこんな話ですがこんな話であったとしてもひょっとしたら 皆さんの小さな光になって希望になって行動を駆り立てることができるかもしれないそう思って今回この九電の舞台に立たせていただきましたそしてもう一つ皆さんも必ず誰かの光となって希望となっているんだということもお伝えしたくてここに参りました今日はご清聴ありがとうございました